はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、タイトルにもある通り海外ですごく人気なブランドの洋服を買ってみました。今回買ったブランドさんがストレッツっていうところのやつで、結構私海外のインスタグラマーさんをフォローしてるんですけど、いろんな方がこのストレッツの洋服を着ていて、私もすごく気になってたブランドさんで、今回初めてそこで購入してみました。でね、じゃん、こんなにたくさん今回は買ったので、これを1個ずつ紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ紹介していきたいと思います。まず1つ目なんですけど、今実際に着ているこちらのカーディガン、これを購入しました。こちらがアイボリーなんですけど、これ可愛くって2色を購入したんですよ。もう1色あって、もう1色こちらです。なんかね、包装もすごいしっかりしてて、この袋も可愛いですよね。このカーディガンがね、すごく可愛いんですよ。やっぱりこのステッチが可愛いですよね。結構最近私カーディガン気になってて、このカーディガン見つけた時に他にはないデザインですごく可愛いなって思って買ってみました。ただちょっと季節的にね、もう暑くなったので、カーディガンちょっとね、頼むの遅かったなって後悔はしてるんですけど、でもすごく可愛くてこれは気に入ってます。こっちがアイボリーで、こっちがブラックです。素材結構こうもちもちとした感じ、もちもちっていうか、なんて言うんだろう、ちょっと伸縮性のある感じのカーディガンで、結構あったかそうかな、割と分厚めな感じかなと思うので、なんかすごい編みが細かくって、ちょっと薄めのカーディガンとかだとやっぱりオフィス感が出ちゃうかなっていうふうに思うんですけど、これ結構編み目も粗いし、糸も割と太めだし、このデザインもあることで普段使いがしやすいようなカーディガンになってます。これにデニム合わせてももちろん可愛いし、スラックスとかでも可愛いし、今ボタン閉めてるんですけど、ボタン外して普通に羽織として使っても可愛いし、肩からパッてかけたりとかしても可愛いかなって思います。このストレッツなんですけど、そこまでめちゃくちゃ値段がプチプラっていうわけでもないブランドで、本当に普通なのかな、普通というかそこまでこう価格帯は低くはないんですけど、デザインが変わったものとかがあったりとかするブランドさんで、なので素材とかもすごい薄っぺらいなっていう感じも全然なかったです。このカーデは、これサイズが確かワンサイズだったんですけど、もうちょっと大きくてもよかったかなっていうのは思うんですが、まあでもこれも本当に可愛いので、このカーデすごい私気に入ってます。はい、では続きまして3つ目がじゃん、こちらでございます。これがですね、ロンパースなんですけど、パーカーっぽくなってるロンパースです。ジップがついててフードもついてたりとかするんですけど、下はショートパンツですね。ウエストのところはゴムが入ってるのと、あと紐がついてます。最近の流行的にこういったスウェットだったりとかパーカーとか、とてもラフな格好が今すごく海外とかでも多いと思うんですけど、繋がってるしパッて着れるなっていう風に思って、いいなと思って買ってみました。これ1枚で普通に着ても可愛いと思うし、キャミとか T シャツとかを着て、パーカーのところはウエストをギュッと縛って着てあげても可愛いと思うし、とにかく1枚で楽な洋服なので、そこがいいなと思って買ってみました。生地感的にはすごくしっかりとした張りのあるような生地感ではなくて、本当に柔らかい、どっちかというと薄めなのかな。夜肌寒い時だったりとか、夜こう買い出し行きたいな、コンビニ行きたいなっていう時とか、そういう時とかにはすごく使えそうかなって思います。これはすごいシンプルなロンパースですね。では続きまして4つ目がじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。結構派手なというか、ちょっと柄の入ったパンツを今回ゲットしてみました。これからどんどん夏になってくると、結構やっぱシンプルな洋服が増えると思うんですよね。トップスとかもキャミソールとかタンクトップとか無地の T シャツとか、やっぱりどうしても夏は T シャツにパンツスタイルが私も多くなるんですけど、そういったシンプルなトップスとかの時にパンツでちょっと遊んだりしても可愛いかなっていう風に思って、インパクトが強めなパンツをゲットしてみました。意外とね、こういうパンツ私持ってないかな。ここまでがっつりと柄が入ってるのはあんまり持ってないので、しかもこういったデニムっぽい感じの生地のものとかは多分初めてかなと思うんですけど、最近はやっぱこういうなんて言うんだろうね、なんて言うのか分かんないような柄のパンツっていうのもすごくたくさん出てると思うんですけど、私は日頃からモノトーンが多いので使いやすそうだなと思ってこのカラーにしました。これも生地感的には結構しっかりしてるなって感じます。なんて言うんだろう、すごい本格的なデニムの生地っていう感じではないんですけど、すごい薄っぺらいなっていう感じも特にないです。ちょっと履いてみようかな。履いてみます。じゃん、こんな感じです。見えてるかな、こんな感じ。ちょっとワイドっぽいのかな、ストレート、やや太めのストレートパンツって感じなのかな。結構サイズは私ぴったりかも。ちなみにこれはサイズ
は私は S サイズを購入してますね。私168センチなんですけど、もう少し裾があっても可愛かったかなっていうふうには思うんですが、まあでもすごくぴったりな、割と自分の体型に合ったというか、すごいジャストな感じのパンツだった。いいかも、かわいい。このカーデとかも合わせてもかわいいかも。じゃあ続きまして2つ目なんですけど、じゃじゃん、こちらでございます。またパンツですね、ボトムス、ブラックのパンツを購入しました。でこれは裾がね、紐がついてるんですよ。だからこうちょっとキュッとできるやつですね。私すごいスラックスが好きで履くことが多いんですけど、なんかもう逆にスラックスをめちゃめちゃ履きすぎてレパートリーがないなって困ってたんですよそう、スラックスばっか履くからずっと同じシルエットだなと思ってて、なのでちょっとこういったスラックスっぽいパンツですごい楽なんだけど、ちょっと形が変えられる、雰囲気を変えられるようなパンツを欲しいなと思って探してて、このパンツ可愛いと思って買ってみました。ちょっとクシュってやるとこんな感じでカーゴパンツっぽくなるのかな。これがね可愛くて、これもね2色買いしたんですよ、ブラックとベージュ。あれでもこれ違うやつかな、あれ私違うやつか、えでも値段も一緒だし名前も一緒なんだけど、あれこれ違うやつかなこのウエストのボタンの部分が違う。ブラックは普通に表にボタンが出るような感じのタイプなんですけど、ベージュの方はフックになってました。あれこれ同じじゃないっけちょっと待って、いや同じだな、同じやつだけどウエストが違った、届いたのがウエスト違いました。タイトの写真も着画はベージュもこのボタンが前に出る感じの着画だったので違うけど、でも形は一緒ウエストのとこだけがちょっとホックとボタンのあれが違いましたね。これも履いてみますか、ちょっと履いてみたいと思います。こんな感じですね。裾の部分を絞らないと結構なワイドパンツ感、割と太めなワイドパンツですね。これもこれで普通に着れそうですけど、これはちょっと裾絞ってみます。やっぱこういう生地のパンツってめっちゃ楽ですよね。夏とかもこんなのばっか履いちゃうもんな、冬もそうだけど年中そうだけど、こんなようなパンツばっか履いちゃいますよく。はい、絞ってみるとこんな感じです。うん、かわいい。いや、やっぱいいですね、こういう生地のは本当に履きやすいし涼しいし楽ちんですね。ちょっと裾がキュッてなることで、なんていうのかな、大工さんっぽいっていうか、大工さんが履いてるパンツあるじゃないですか、ちょっとゆったりとしてるけど足首はキュッてなるパンツ、カーゴパンツとかもそうですけど、やっぱりなんかそういう感じが出るので、ちょっとこうメンズっぽさが出るっていうか、スラックスよりもよりマニッシュな印象が強い気がします。私はこれにちょっと短めの丈のタンクトップとか着て、下 B さんっぽい感じのものとかでもすごい可愛いと思うし、もちろん T シャツとかでも可愛いと思うし、シャツとかでも可愛いと思うんですけど、こうやって裾にポイントがあることでよりおしゃれさんに見えたりとか、差もつけやすいのかなっていうふうに思います。やっぱスラックス好きだけどちょっと飽きてきたなっていう方とかにはすごくおすすめなシルエットのパンツですね。で生地も本当にちょっとですけど、ストレッチが効いてて、とても履き心地も良いです。動きやすいしたくさん履いちゃいそう。これは2色買って正解だったかな。じゃあ続きまして7個目かな、じゃん、シューズを購入いたしました。今ちょっとチラッと話出ましたが、今回シューズじゃん、こちらを購入しました。 B さんです。 B さんって言ってもうちょっとおしゃれな感じの B さんですけど、どのぐらいだろう、2年前ぐらいとかからなんですかね、こういった B さんみたいなサンダル、ラフなサンダルが結構レディースでもトレンドになっていて、こういうのは本当に夏にめっちゃ使えますね。ショートパンツに合わせても可愛いし、こういったスラックスみたいなものに合わせても可愛いし、もっとこうずるっとゆるっとしたすごいロング丈なパンツに B さんとかでもすごく可愛いし、足元に一気にトレンド感を作りやすいので、こういったものも一つ持っておくの私はおすすめかなと思います。フェイクレザーなんですけど、レザーの素材感がより大人っぽくっていうか、なんか少年っぽさをうまくこう調和してくれる感じがするので、ガチな B さんも可愛いんですけど、おしゃれに履きたいならこういったフェイクレザーだったりとか、そういう生地感のものを選ぶのがおすすめなんですが、ちょっとソールが厚底になってる B さんなので、そこがまたラフすぎないというか、だるぎ感が出にくいかなっていう風に思って、これを今回買ってみました。オフホワイトっぽい感じのカラーになってて、でこの底の部分はブラックになってて、ツートーンになってるのも可愛いし、これも買って正解かなって思ってます。めっちゃ履いちゃいそう今季今季の夏はもう大活躍の予感しかしないですね。さっきのこのパンツともすごい相性いいと思うので、一緒に履いたりとかもしたいなと思っております。はい、ということで続きまして8個目がじゃーん、こちらでございます。パールがもうめっちゃ
っちゃ可愛い。もう今期はパールのアイテムが私は気になってるんですけど、前にも動画で話したんですけど、ビビアンのパールのネックレスから始まり、結構パールに目がいっちゃいますね最近。何年か前もパールのものが結構グワッときた時期あったと思うんですけど、また再ブレイクというか、また回ってきたのかなっていう風にも感じてるんですが、やっぱりパールって女っぽさがすごい出るので永遠に可愛いですね。まあでもどっちかっていうと、私普段からそんなにお上品な洋服とかっていう感じの系統ではないんですけど、今は逆にその私みたいにボーイッシュなというかラフな感じのスタイルが好きな方で、小物とかだからこういうバッグだったりとか、そういうアクセサリーとかでパールを取り入れてミックスさせるっていうのが今はおしゃれなのかなっていう風に思ってて、バッグ私パールのバッグ持ってるんですけど、今回結構ちっちゃめのバッグを購入してみました。しかもこれ肩からもかけられるし、普通に手持ちでも持てるし、ツーウェイのバッグですね。でも結構これコンパクトだと思うので、これが中の袋なので収納力的にはすごく低いんですけど、でも可愛さがやっぱり買っちゃいますねこういうのはなんか水筒を入れても可愛いかな水筒ケースにしますか、もはや水筒か、まあスマホケースか、まあ、私財布がすごいコンパクトな財布なので、ちょっと買い出し行く時とかにパッて持ったりするかっていう感じかな。もちろん収納力がすごい優れたやつも好きですけど、やっぱりこういうデザイン性が可愛いものに私は惹かれやすくて、なんか本当にアクセサリー感覚で持てたりとかかけれたりとかするので、多分意地でも荷物を少なくすると思いますこれ持つ時は、まあ、っていうぐらいのすごくコンパクトなバッグなんですけど、実用性はって感じだと思いますが、可愛さが勝っちゃって購入しました。まあ、でもね、今ちょっと見つけてしまったんですけど、あんまりこうなんか綺麗な感じではないかもしれないまあもちろんフェイクなのであれなんですけど、なんかちょっとね、ここに見えるかな、こうピンクのインクみたいなのがついてたりとかしますねやっぱ。まあ、だからそういうのが気になるっていう方は気をつけた方がいいかもしれないですけど、まあ、どうやって気をつけるんだって話なんですけど、こういうのすごい気になっちゃうっていう方はちょっとこのサイトはもうおすすめしないかもしれないんですけど、私は気になる気になるけど、これを内側にして持っちゃえばいいかなっていう考えの人なのでちょっとここは意見が分かれそうなポイントではありますが、まあ、でもこれも可愛いので使っていこうと思います。はい、ということで続いてでラストになります。ラスト9個目かな、がじゃーん、こちらでございます。これもパールだ。最近私ね、ヘアクリップにすぐハマってってまして、本当に簡単に可愛くアレンジできるので、ちょうどヘアクリップなんかいいのないかなって探してたところ、このパールのヘアクリップを見つけて、あ、すごい可愛いこれと思って買ってみました。これもさっきと同じで、女の子みたいな感じの洋服は着ないので、いつも通りな感じ、自分の普段のテイストにちょっとこういうアクセサリーとかで女性らしいというか、そういうのでミックススタイルを作りたいなと思って、ちょっと今ポニーテールしてるのであれなんですけど、これもこんな感じでちょっとこうまとめる時とかにこれでハーフアップしたりとかしても可愛いかなって思います。でも結構これチャッチーかもすっごい軽いし、ちょっとこうガッてやっちゃったらパキッて折れそうな感じの、正直言うとちょっと脆そうな感じはしますが、まあでも普段普通に使う分には問題ないかなと思うので、扱いにはちょっと気をつけながら使っていこうと思います。はい、ということで以上9点が今回スレッズで買ったものになります。今回初めてのスレッズで購入ということで、どうなのかなと思って買ってみたんですけど、結構可愛いものが多くて、私は買ってよかったなっていう風には思います。まあ、ただ値段がすごい安いとかコスパがすごくいいみたいな印象はあんまり感じなかったので、ここがすごい飛び抜けていいみたいなところは正直言うとあんまり感じなかったかな。でもすごく種類もたくさんあって、あんまり人と被りたくないなとか、海外のファッションが好きで海外っぽいスタイルをしたいっていう方にはおすすめなブランドさんかなっていう風に思います。あ、でも発想は海外の通販っていうのを考えるとすごい早かったなっていう印象はありますね。これはだいたい1週間ぐらいで届きました。たまに海外の通販とかだと1ヶ月ぐらいかかるやつとかあったりとか、2、3週間ぐらいかかるやつもあるんですけど、このストレッチは割と早かったなっていう印象はあります。であと日本円で買えたりもするので、すごく買いやすいなっていうのも思いました。よかったらぜひ皆さん見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。